子猫の地位が始まるよ。ひららひらら、ひらら触りたい。本当にこのお家に獲物がいるんだろうね。間違いないブニャ。この前確かに見たブニャ。ヒララ、ちょっと待っててな。プリプリですごく美味しそうだったブニャ。プリプリ。今日の獲物はその金魚で決まりだね。うひひひひ。おいしい。ちーったら、本当に美味しそうに食べるんだから。僕もお腹空いた。早く行こうよ。はいはい。人間は出かけたようだね。いるのは子猫だけブニャ。子猫なんざあたいたちの敵じゃないね。子猫なんてかわいいブニャ。このバカ。ごめんよ、つい見とれちゃった。あたしゃお腹が空いてんだよ。目的はプリプリ金魚だよ。あたいらは泥棒猫。誰にも気づかれずに獲物をいただくよ。かわいいブニャー。ニャニュブニャー。このおバカ。ブニャー。あの子猫、すっごく用心深いブニャ。そんなわけないだろ。ちー、なにちよ。そら。ひらら、ひらら、ひらら。ちー、来たよ。そっち行くね。おかしいね。いないブニャ。プリプリちゃんはどこなんだよ。絶対見たブニャ。きっと2階ブニャ。子猫が上にいるはず。抜き足、差し足、忍び足。ブニャー。ブニャー。一体どうなってるんだい。火や水飲もう。来たブニャ。ここは一旦隠れるよ。火やや騒いたいのに。なんて勘のいいやつだい。重いブニャ。にゃっ。ごくり。あ、キーを水飲むんだった。助かった。今のうちに行くよ。か
わいい。ぷにゃん。プリプリちゃんはどこだい？あそこぶにゃん。やっとご対面だね、プリプリちゃん。おいしそうじゃないか。丸飲みがいいかね。うわあ！なんだい？ち、やるじゃないか。あんた、大丈夫かい？これくらいなら平気ぶにゃ。それでこそあたいが選んだ猫だよ。へへん。よし、先に行きな。え？ちょいと辛抱しな。痛いぶにゃ。あにゃ。これ好き我慢だよ。ここまで来りゃこっちのもんだよ。ひらら、キーまた来たよ。あの子ぶにゃ。ち、これからって時に隠れるよ、ぶにゃ。使ったもんは、仕方ないね。あたいは、泥棒猫のノイジー。そして、相棒の、あれ？子猫ちゃん、お名前は何？は、キーラよ。じいちゃん、かわいいね。バニャー！はい！あんた、今までよくも邪魔してくれたね。プリプリの金魚、あたいがいただくよ。プリプリ金魚よっ。はっはっ。お待たせ、ひらら。この金魚、もう子猫ちゃんには指一本触れさせないよ。じいちゃん、できるもんならやってみな。やっ、お、ひららに何すんだ。この金魚、すばしっこいね。やめようなにちゃん、ひららひらら。ん？金魚はちーちゃんのものだ。やめうら。なんだ。みゃ。ノイジー見て。なんだい？こんなに可愛いのにいじめちゃダメだよ。さっきから聞いてりゃ可愛い可愛いって。私あんたの奥さんだよ。わかってんのかい？わかってるさ。君が一番かわいいよ。嘘だね。嘘じゃない。ほんとかい？ほんとさ。ただいま。あ、ヨウヘイラ。まずい、退散しないと。お、別の餌場に行ってみよう。うん、にゃ。
鳩を捕まえたい？ミケおばさん先生の登場だ。次回、チー、また鳩を狙う。レッツダンシンだ、チー。にゃー！あっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。